はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ、ホさんの配布検定行ってきます。えー、とにかく親で。えー、ドラがいそう。手配悪いな。まあ、とりあえず E マン切る。あ、金寄せるし。一面積できた。ピンズの本質も見たいけど、面前、やっぱスーマンウーマンの両面あるしな。パーマン9ピン白髪、ドルキロ。 まあ、もう何も考えず白髪にしようかな。うん、まあ、まあ、パ、パーマンか白髪迷うな。いや、いいか、パーマンか。これがチーマンとかだったらね、こっちだけど、なんか、孤立の28だから、一応パーマンで。ただ、面前もありだよな。なんだけど、まあ単品まではちょっと遠いし、ドラも言い,いそうだから、うん、そうそう、俺も一応8で。 パーマンで。あ、パーマン、同じだ。同じや。なんもないや。スーピン引いたうん、ピンズ引くのはいいんだけど、逆に面前も見れちゃってくる、普通に。で、まあ、ごろとかもなくはない。白髪で。かも話しやすく新規的な、あれでもそんな言っていただいて。まあ、白髪で。9ピン手かけるとかもな、ま、あないよな。 白髪切りますあここで嘘なんだどうなんすかねドラムない3巡目だからそれこそ一応単野まで見てどっちがいいんですかねまあ候補としたら9ピンウ白髪9ピンウ白髪どうなんですかねだかこの数ピン引きをあ本一になりそうだって思うツモなのか それ,こそそれあのこういうのって大体なんか無駄相撲が続いてから引くから例えば無駄相撲が続いて九ピンとか引くともう本一だってなるんだけどサクッて数ピン引いちゃったからいや普通に面前ピン吹いけるじゃんっていうところがむずいんだよなそうそうそう3色も見えるし単品系もあ面ピン3色とか面単品とかも見えるからまあ一応白髪でまあただこの手順だったら 1>, 1つだけ言えるのは、あの、めっちゃ仕掛けてほしい。うん。もう、ウソを切るんだったら、カンパーピンとか絶対チリするし、もう3ピンとか何もポンして、他に威圧しながら行ってほしい。これ、マツす進めても、ウソを切っちゃってるから、3色もないし、単品もないから。だから、まあ、もちろん、サクって何か、パーピンとか引いた場合は面前もあるかもしれないけど、サブロマンとかね。サブロマンサクって引いたらインシャンデんだからいいんだけど、それまでに、やっぱ3ピン、パーピン。 なんとか出たら、まあ3ピンカルとか多分泣きたくない人もそうだけど、もう、M リーグの場だと、ちゃんと対応してくれるから、だから面前で進めたときに、まあ名本とかなればでかいけど、まあ俺はちょっと、全泣きしてああ、全泣き。うん。ああ、ああ全泣きの構えだったんですね。ああ、だったらまあいいんじゃないですか。その見えない部分の期待値あるんでね。ネットマージャンとかだと無視される可能性あるから、 なんとか、まあ何ぐらいじゃちょっと止まんないけど、オタカゼだから。ただ、M リーグだとやっぱり全泣きした場合の、その、みんなが降りてくれるとか、上社が絞ってくれるときのプラスの期待値がどうやって見るか難しいんで、全泣きだったらそれ面白いですね。親につきリーチ手順ね、全然ありですね。まっすぐ進めても面白いのあるもんね、しごろとかね。うん。はい、いきます。で、キャンピーだとピンズいいね。 いや、こうなるとな、結局、免品しかないからなあ。ああ、違うか。一応、一通あるのか、これ。一通があるにつき、一応、破滅で。ああ、数万万いや、まあまあまあ、別にいいんじゃないですか、これもう。全部仕掛けていくなら、それこそ一通あるから、本一一通のごっぱんもあるしね。 うんうん白髪がションパイってのが難しくしてるよな2枚切れとかあればもう絶対2枚切れ切るけど両方ションパイなんでねまあ普通に引く可能性あるんでなああ一あいつはなんかほとんど崩れそうだけど別に仕掛けてもいいっすよねいいんじゃないですかうん全然 やっぱ仕掛けたらめ、仕掛けた方がやっぱ上がりに近いし、お変どし。うん。一通全然なる。うーん。やっぱ M リーグだと、そのいい、やっぱこういうのもね、ケアしてくれる可能性あるんでね。あまあ一応いいシャンテン。一数ピンカンパーピン。一数ピンカンパーピン。い,いシャンテン。いーチ入ったか。一数ピン現物。はい、とりあえず E マンキル うん、うんうんこ,こからかまあ数層もつかんじゃったんで9ピン切るうんまあまあこれで3600親かぶってくのか 通に。いいんじゃないですか何仕掛けマジで。マジで何仕掛けでいいっすね。あ、ようございます。はい。はいはい。いいピンキルえー、9ピンキル なんこれ。まあ、九万パーマン切ってゆく。タイヤオとか別になんかパーマン切るか。はたまたローピン。エムリーガーチックなローピン。まあ、普通の人は何も考えず、パーマン九万切って、面ピンまっすぐで。 9万から切っていく。まあ、チーマン引いた時だけは使うっていう構えに見えるから、6、ーとかあって、9万引いちゃったらパーマンからでいいんじゃないですか。まあ、ウッパーマンからの単ヤを行こうといえば、なくはないですけど、上がりトップじゃないんで、まあ、これで9万切って数層仕掛けたらめっちゃもろいけどな。それは格段に上がり率上がってるから、ただね、単ヤを見てるとはいえね、 結局、ローマン引いた時からの単野はあるけど、パーマンが2枚あることによる単野をな。結局、ピンフが崩れてるしね。2、3もあるしね。まあ、ゴロチか。5, 5、5、6、7、8、8にすればね、ゴロチも6、7、8も両方いけるもんね。6、7、8は9万来てもフォローできるけど、ゴロチはフォローできない。ただ、結局なんかその手順でゴロチとかフォローするなら、まあ、一応、2チャンスで8、敗 トイメンの現物のパーマン切って9万残しが普通のような気はする。ただ9万切って数層仕掛けたら、もう、めっちゃおもろいけど。あ,あ、サクッといいシャンテン。これは、パーマン切る。はい、いいシャンテンになった。まあ、チーピンの切り時なぁ。 まあ、最強の赤ウピン引いたら、ピンフと赤のい、e、いンで、リアハンアップするけど、あとはチーピンがそもそもね、これが5、6, 6と、6とかだったらね、5なんてもっと来たくないけど、6、6、6、7なんで、まあ、引っ張ってもワンチャンス、所詮。ただ、ピンフのい、e、いンつけるためにどこまで粘るのかって話ではあるよね。まあ、これがね、ローマンとかだったらね、6チッパーも美しいとか絶対残すけど、 だからまあ、中盤2個になったら切りたいっていのあるけど、まだ一応ギリ残す。残した。ローマンだ。こうなると。あ、沈点なんだ。あ、そうなんですね。えー、ネタバレ。ネタバレしてきた。この後に数層出るな。えー、これだと。 カーピン引いたら単品3色いこうまあチーピン切ってスッチーワンに備えるまっすぐただただ上がりにまっすぐならチーピン切りだけど1,000点上がればいいわけじゃないんで9万切る。 この後に数層出るのはここで数層出るな。わかった。絶対ここで数層出るわ。あれ、出ない。この後か。絶対ここで数層出るわ。あれ、出ない。うーん、ここでなんか、ワンチャンスーピン切るか、ただマンズで折り切れそう。マンズ678切って折り切れそう。 初戦、言いそうだったらリノミになっちゃうから、冷静にパーマン切る。ワンチャンスチーピン切った。まあ、こういうのむずいっすよね。まあまあまあ。むずいっすよね、こういうのね、マジでね。まあ、9ピンが早いから、ペンチーピンとかはない。シャボも、 基本的にはない。っていうことはチーピンは基本的にはまあ、両面、まあ、間チーピンもあるけど、ただ一応、ローピンがアンパイ、アンパイじゃない、ローピンが3枚あるからワンチャンスか。うん。まあ、期待値的に大きなマイナスにはならんと思いますよ、ね、うん。 まあ、ただ、あと、マイナスの要素を言うとしたら、神茶が6、8切ってリーチはちょっと嫌か。まあ、両面っぽい両面っぽいリーチに見えるじゃあ見える。みたいな感じか。で、ここで数層出るか。あ、出た。そうっすね。地位点、かけます。 うん、地位点でいいと思いますね。泣いてパーマンか。あー、選択肢としてはあるけど、ちょっと違うと思う。なあ、泣いてパーマン切るんだったら、なんか、絶対放獣もしとくないけど、テンパイも取りたいみたいな時だったら、そういうことやることもあるかもしれないけど、 まあ、トンバなんでね、もう普通に。うっばそうでオすで。いとます。はい、どうしたこれどうしていくのか。スルーして、おい、最強の引き。はい、これでウッパーマン現物なんで、ウッパーマン切っていく。これが上飛車が一数ピンだったらもう、格変だな。うん、まあまあ。 地も茶が地は筋ここでローソウチーソウも通る範囲になったこうなってくるとおもろい泣きがいろいろあるかリャンウーピンチーしてローソウチーソウとかも出てくるな終盤になると3ピン数ピン切りたくないし神茶からリャンウーピン出たらチーしてローソウチーソウとかでいざとなっても一応マンズで降りれるかなっていう感じかな ちょっっとむずくなってきますね、3列目入ると、ねまあただ別に特別リアムピンが鉄なきだとかそういう意味ではないですけどいいピンあ,あロウソウチーソウ切っていくリーチゃいたちょっとなんでチーソーから切ったかなってのはあったけど下茶のダマ警戒なんですかねまあロウソウから切れそうですよね 下茶の現物の地ーを残してうんまあ二軒日なのベタ折りするパーマン切ってパーマン切ってペイ切ってみたいな感じかなあペイから切っていく 神、まあ、茶には通ってないけど、所詮自敗だから、ペイから切っていく。まあ、パーマン3枚見えなんでね、まあ、当たることは、まあ、ほぼ99パイないかなっていう。泣かせたくなかった。いやー、でも、やっぱ下茶がリーチ入って現物なく,なくなっちゃってたら、それも最悪だしね。で、数万通っていく。K 点取れたらおもろいなチンマンもいけるしな えー、これ、チーすると一数ピンが完全に浮いちゃうんで、チーしません。うん。で、これでパーマ来ており。はい、チーソーの糸。うん。本田さんはね、指一本で、 キーボーボド打ってるんでねその返答は30分かかるでしょう30分後に多分来ると思いますはいえーもう俺か <laughs> そうですねまず本田さんとはねその意思の疎通ができてないパッケ,ーケースもあるんでね一生来ない可能性もあります、はいえー、とにかくペーチャー あ念のため、テーン警戒ということでした。はい。とにかく、一本場、ドラチーソ。もうこれね、強託2300点あるから、もう全部仕掛ける、はい。全部仕掛けるって、まあ、とりあえず仕掛けるとこはカンローマンぐらいしかないけど、この時間帯に確かに。はい。とりあえず、イーソ切る。これはマジで、えクソそりすぎた。俺がね、 他人の最終形とかマジで興味なくなくんかちょっと気になるのは見るけどね。どんなあった白ン,ピンいいんちゃうだって白で高いし白1もあるし白が2枚切れだったらクソリーだけど2枚やって白出たら高いいい着ドラらいいんじゃないですかうんまあ打点あるしね。小屋だし。 まあ親だとね、基本的にどんなリーチしてもマイナスならないんで、リーノミの、そもそもこれ高いからリーチ吐くドライジあるし、リーノミの、リーノミ3枚とかでも、リーノミ関数層みたいな、なんか、残り3枚とかでも期待値プラスになるんで、まあ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 。確かに厳しい街ではあった。 ね、イソーキル。で、まあ、三品ローマンとかは仕掛けそうっすよね。9ピンはいらん。うん、まあ。9万か E ピンか白切る。ローソイー。E ピン切る。1通はさすがにない。E ピン切りたい。 ああ、E ピン切っていく。一ピン裏目っていく。何ピンうん、もう9万。しかない。まあ、他の M リーガーだったらね、それこそチーピンとかいっちゃう可能性あるけど、もう9万からの全仕掛けしかない。強託が2300点偉すぎる。はい、9万。いや、いいよ。 こういうカンローマン固定とかもねしたくないみたいな人いるからね。ただこんなんどうにでもなるから。ァースを引いていく。あー、まあこれに関しては何でもいいわ。まあ候補としてはチーピン数層。ローソ。あるな。まあでもローソを切るんだったらチーピン。いやいや、でもチーピン切っちゃうと肩上がりみたいになるから、ありますね。チーピンローソ2択でいいか。 さすがに3択4択はないか。一応数層パー層とかもあるかなとか思ったけど。まあ、ローソ層ー一枚切れなんで。まあ、チーソカーかローピン。あ、チーピンかローソ層ーで。でね、俺はね、どうしよう。パーピン、パーピンはないか。クイタンとしての受け入れは、シャンテン数が進むという意味では、パーピンでも、パーピンロスないけど、上がるだけだとしても、そもそも両面テンあるんで、 チーピンか、ローソーいや、俺はね、ローソーか。あ、ローソーキス。みんなローソー切りそうか。確かに、ローソい切りそうっすね、これね。ローソー一枚切れてるのもでかいしね。うん、確かに。ローソーっぽいっすね。ローソーだった。本田さんもローソー切っていく。ローピンチ。ただ、M リーグでこういうのチーすると確かに打点軽視と言われてしまうのか。 教宅あるんでね、2000点上がるだけで、まあ残クになる可能性あるし、2000点上がるだけで4300点の収入。4300点のチーしていいシャンテン。いや、めっちゃいいやうん。4300点のいいシャンテンとか取るわな。なまあもちろん残クあるからね。残虐なる可能性あるんで、残クだったら、4959、6200点。 なんかツもがよれている。<laughs> まあ、数層切るでしょう。数層切り以外の選択肢が特別浮かばない。うん。 なんか嫌な儀式だな。シャーギリリーチ。両面率高そう。両面率高いかったら、急走とか嫌だ。<laughs> まあ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 、あえてこじつけで通りそうって言うんだったら、例えば、トイメンがチーピンとか酸素を切ってる段階で、 六球層が五枚見えだから、まあでもちゃうな。小層ドラだもんな。うん。まあそういうのも勝手にこじつけることもできるけどね。小層がドラじゃなければね。五 <laughs> 枚切れ六球層、まあ。まあでもチーピンがな、パーティ切ってるしな。<laughs> まああんまそれは当てにならないですね。まあ一応そういうのはありますね。基本的な読みとしては。トイメンがチーピンとかなんか、チュンチャンパイ切った時点で、 6級層がそもそも5枚とか6枚見せたら、6級層なんて具形だから、シャア残して、例えばチーピン切るかなとかあるんだけど、今回はまあパーピンも切ってるし、別にチーンもドラだから普通にありますね。ただ、かといって他にないんですよね。9層切るわかのあ、あすがえり。あ、テッドさん、お疲れっす。あ、ほんま内定補充するとね、そうなんですよね。 ほんとそう。はい。急速切ります。他がな、ない。他なさすぎ。<laughs> そもそも、ま、あそりゃ、パーソーとか言ったら、パーソーとかほぼほぼ大丈夫だけど。でも、パーソー行った次もわかんないしな。 パーソー行った次に何切るかももう。まあ、それ、中筋、スーピンとかも大丈夫そうだけど。急速切ります。ね、スーピンでした。え、パーソーちゃう俺はパーソー切るけど。うん。降りるんだったら。<笑><笑> <laughs> 急速切る。ああ、スーピン抜くんですね。 どっちが安全なんですかねまあウーピン自,、ま、自分であんこあるから関数ピンもワンチャンスパーソーのドラソバって言ってもどうなんですか79って言われてもなウーソー切ってるし9層3枚見えてるもんねウーピンが3枚見えてると同じように9層も3枚見えてるこれなんで9層いかなかった いや、まあまあまあ怖いでしょ。自分が具形確定で。まあ逆にリーチ入ったからドラでも何でも上がれるっていう強,強みあるけど。うん。あ、K 点い,いけどああ、確かに。てか、まあ一応あれか。俺のパーソー切りは形をまだ一応上がれる目を残してんのか。いや、まだ上がれるって言ってもな、老僧がないからな。 一応なんか、パーソー切ってチーテンとか、ローソー引いたら急走切ってテンパイって言うとしたけど、ローソーないし、実質リアンシャンテンか。パーソー切ってもな。実質っていうか、実際リアンシャンテンだよ。パーソー切って何積もってもテンパイにならんし。そのローソーがないから、上が,上がれるテンパイにならないし。はい、まあ一応そんな感じでした。で、スーピン切った。え、もう、パーソー。 切りますうんパーソードスーピンの切り順は逆でしたがもうパーソードスーピン切りますよ、ね、うんそうですね両面っぽいリッチなんで筋とか通してはいという意味は6球そう一発まあまあまあ一発振ってますね 俺は、間違いなく。うん。やっぱ一応、教託がさらに先天増えたし、ええー、まあ、親からは、親じゃない、リーチ者から何でも出るし、で、あとアンパイがちょっと少ない。ただまあ、パーソースーピンはいける。2枚で、どうなるま、あそんな感じか。パーソースーピンで耐えて、 その2枚はいけるけど、結局手詰まって振ったりしたら最悪だな、みたいなのはあるけど、って感じか。まあ、ワンチャンスの3ピン。数ピン切ってパーソを切って、もう何もなくなったら3ピン切ってとかね。感じか。確かに。まあ、これはまあ、ウーソーの先入りとかもあるしね、ドラムのまたぎだしね。 確かに M リーガーの99%は急走を切らなそう。ただ、本田さんの場合は50%ぐらいは切りそうだった。はい。えー、で、これさらに強択が増えている、もう7、8、9しかないようなもん。急走。えー、吐く切る。 リャンマン。リャンマンポンシュで食いたんか。んどっち行く食いたんか、3色のリャンシャンテン取るか。どっちの方が柔軟だろう。やっぱね、3色とかね、789とか決めると、教託がないならン野を。そうっすね。 そ、うん、そうそううか食いたどっちの方がいいんだろうなやっぱ単四っていうのは有効杯がチュンチャンす全て有効杯だからでね3色いくとね7ってのも嫌だねちょっとね777だから出づらいのとあとやっぱ急所がポンとかされちゃうと手配が死んじゃうんすよね。チーマンチーピンチーソーどれかポンされた瞬間に手配終了。 結局決め打ちになるから、リャンマンポンしたら。スーピンとかローマンとか切ってくから。だからもうリャンマンポンしてやっぱ食い胆なんじゃないですかね。で、一応親の、親がパーマン早いし、パーマンツーチャンスだから、まあ、一応ドライ色嫌って、ポンして9ピンかなって感じですね。うん、そうそう、7、8、9でもリャンシャンペン取れるのはでかいですよね。あとアンパイ抱えれる。 まずシャンテンスは近いしアンパイも抱えれるっていうメリットはある食いンだと結局パンパンになってくんで統一とかも統一になっても切らないしただこれだと別にパーマキューマンとか引いても切るしかないからもうスーピンローマンとかリャンピンとか切って自敗を抱えれるっていうメリットはある泣かないとあげそうですね泣かないとあげるね確かにこのリャンマンポンしたいですねドラローピンやしねうんうんそうそうそう ま真なきゃ無理。うん。ああ、一段目はどれか7引かなかった降りる。だ,だから今回はだから教託が3600点あるから、上がるだけで4600点以上ある。はい。まあ、ポンして、9ピンにします。まあ、スルーしていく。まあまあまあ、別に。で、単野っぽい。 9万キルそっちに決めやすんかいまあ単野のが柔軟じゃないですかめちゃくちゃやっぱりうん今ローソウも引いたしねこれこれいいリアンピン引いたんああただローバ切っちゃってるからな ローマン切っちゃってるってなると、もう、スーピンしか、えスーピンしか候補がないことはないか。リャンマンもあるか。<laughs> リャンマンかスーピン。いや、何があるのこれ。リャンマン、うん、でもリャンマンかスーピンしか候補ないっすよね、これもう。三色いってるから。現状三統一だし、そんなチート見なくていいしな。えー、どっち切ろうかな。もう、まあやっぱ俺、リャンマン切りますわ。 一瞬なんか数ピンって思ったけど、統一手とか見て。やっぱりリアンマン来て完全にマックスでいく。に変えます。リアンマンにする。あ、お,お一致した。3ピンチリして、リアンシャンテン取れる。泣きますね。この手順だったら。もう7、8、9しかないし。泣いてロウソウしかない。 まあ、ここはね、両面統一だから、まあ、どうにでもなると言われなるかもしれないけど、一応、ーソーがこっちの受け被ってるしな。泣いてる嘘ぎります。これスルーしていく。まあまあまあ、どうにでもなりますね。2ン、3ン、スッチーソ,ーウソーで、まあ、ソーはこっちだけど、だからまあ、ーソーは省くか。2品3ウ数ソーで、 この3ピンチート同様の形できるんで確かに別にここは焦らなくてももちろんいいと思います。リャンマン切るなかん。うん、なかん。やっぱ供託がね、でかいのと神茶がちょっとリャンマン数ピンって時点でちょっとーズが出づらいかなとかいうのもある。うん。 うんまあ、アンパイはなるべく持ちたいから、だから数ピン切ってもいいし、むずくなってくるな。数ピンか、とりあえずシャー切る。シャー切る。まっすぐ行く。はいはい。全然いいんじゃないですか。むしろ、こっちの3ピンから泣いてる可能性あるし。当然、こっちの3ピンよりは順面深くなってるんで、 で、教託も3600点でしょ。ああ、単要に3色ってままあやっぱそれがやっぱりプロのリーグ戦とかやってると感覚変わってくるのかもしれないですね。やっぱ僕らの場合はやっぱフリーとかもあるし、結局あかりマージャンなんで、うん、まあだからって言って別にどうこうって話じゃないけど、まあちょっとハイパイとかその見た瞬間のイメージが、 うちに,に寄せていく過程で赤引いたりしてとかやっぱりそっちのイメージのあるんで,でちょっとねうん三7と七が3つと想像の両面うんまあでもだからやっぱりその7がポンされたりしたら手配が死亡するから食いたんだと死ぬことないし 宅も多いいしっって感じでやぱただ上がり率がどれぐらい変わるのかというのが統計出てるわけでもないんでちょっと俺も分からんすけどねそこははっきり言わない。はん重なってあれないうん、うん、食いたんだともう何でもありなんで「はち重なって」とかねもうその口では解説できないレベルの何かいろんな変化があるんですよねめちゃくちゃね。 ただまあシンプルにこっちは守備力高いから。まあそういうのもなんかありそうっすよ上がれたらいいの仕掛け。いや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 それが違うのか。まあいや、ちょっと、ま、戻そう後であの時点に、ローマンの時点に。はい。で、ローソー切っていく。まあこのローソーは全然、まあただリーチ入るとな。あとりあえず、チュン切るって言おうとしたけど、パンマキューマンおやりか。 まあちょっとす遠すぎるんでパーマンキューマ万でもうしゃあない、はい、これはまあいいかな、はい、もう一回うーんそうですねやっぱ食いたんに見えるかな圧倒的にドラガローピンいやまあまあローピンは別にいいんだっていらん いや、いらんていうか、引いてきたら使うけど。うん、それだって1000点が2000点しかなんないじゃん。今だったら、1000点上がれば、4600点が5600点に変わるだけ。もちろんね、ローピン、ローピンで引く可能性あるし。まあそういうのもあります。確かに。本当にね。そうそうそう。ローピン1枚だけ引いてチーとかしても、その嬉しさは、打点の嬉しさはないけど、確かにそういうのあるんですよね。確かに。ローピン引いて、ローピン引いて、食いたン。 体温ドラさんとかもなくはないから。あとはやっぱ強択があきすぎるんで、全力でいいかなっていうの。吐き切らずに9はね、一瞬よぎったけどないかな。7ダイレクトに引いた時に789になるんで、チーピンチーソーとかこれが、これがチーピンチーソーを引いた時にやっぱり789がめちゃくちゃ見えてくるんで、吐くは切る。俺も。うん。だからチュンチャンバイそうじゃないかな。うん。あ、そんな感じか。 シマホウジュウ、これ振ったの？ね、誰の？あ、振ってんのかい。そうなんだ。ああ、まあないから知らないんじゃないですか。まあシモ茶、まあローマンが三枚見えてる。 ウーマンも2枚見えてる。で、ウーマンはリーチ宣言牌。リーチ以前にウーマン切ってるって言うともうないのか。で、まあ、あとこじつけるとしたら、下茶がウーマンローマン切ってるけど、赤リマージャンなんで、5566から外すとしたら、下茶に関しては、65って切るかな、みたいな。56じゃなくて65って切るかな、とか思ったけど、うん。 だから下ャに対してのスッチーマンはないかなとか、なんかまあそういうのもあるけど。まあまあ。嘘を切る。いやでもこれはチーマンいくんじゃないですか。ワンチャンスだし。トイメもウーマンリーチ前に切ってるし。いや俺もチーマン切ります、これは絶対。嘘って何 3, ?3 回通るってこと でも二軒日だけやっぱりね、アンパイ増えるって思った方がいい。さっきのあれか。誰だっけ渡辺太さんだっけん誰見たっけ渡辺太さんだっけ三層三層切るって言ったやつ、俺が。さっき。いや、何事の検討してほしかった。まあ、明日やろう。明日それやろ、やろうや。村瀬さんありがとう。うん。明日もし俺が忘れてたら言って、配信来たら。ダブロンないから。あ、ダブロンないか。 確かに。頭よ。ゴーンさん頭いいね。そうか、エムリングルールダブロンないから、元からダブロンないんだ。普通のね、ネットマージャンとかだと、ダブロンありそうな範囲嫌だとかなるけど、いやいやでもさ、いやでもダブロンないけど、まあまあまあ、それだからってチーマ切ーるけど、こんな、これは。確かにそういう理論もあるのか。 いやいや、でもその理論使えるとこあんまない気がする。ダブロンないからじゃあ、嘘を切ったれ、みたいな。ドラそば、いや、振ったら安そうな灰とか、例えば。振ったら安そうなドラとか関係ない19とかは切りやすくなるのか。ダブロンで、まあでもそもそもダブロンって怒らんしな。まあまあ、ただ、確かに。ありますね。うん、そうっすね。まあでも、 やっぱりこれチーマー以外ね俺はないいと思います1巡通れば3巡通るってのも1見リーチではあるけど2件リーチに関しては違うだからさっきのあのあ白鳥さんか白鳥さんの相図が2334558からソ層か3層であの時は3層2巡通るって言ったんだけどあれは1見リーチだからで2人もベタ折りだから脇もだから安イが全く増えないから それは二巡通るなんだけど、これは二権リーチは本当にアンパイザクザク増えるんで、やっぱこれはね、ちょっとね、俺はね、チーマ以外にちょっとマジで切るもんが思いつかない。シモもこうなんだし、ウーマンローマンペイリーチ。で、トイメも一応ウーマンちょっと早いしな。うん。なそんな感じでした。はい。はい、トンさん曲、3本マドライピン。 まあまあまあ、ラスに落ちたら逆にもうまっすぐ行くしかないから。はい、もう自敗とりあえず切ってく。で、えー、ドライピンで。確かに。ラスリソーだね。う、え、ん、ー。とは言っても、まだトンさんなんでどうするか。まあ、とりあえずは、ンマン切っとく。 単品系まであるっちゃあるんだよな。まあ、リャンマカか E ピンか。E 相はあるか、ないか。まあ、リャンマカか,、e、か E ピン切る。うん、リャンマー切った。G ピン。これで4統一だからチート見えてきたっていうと、まあ、ローピン。消去法的にローピンしかない。あ,あ、一緒なんてなっまあ、一応3層の方がよく見えるから、チーソー切る。 ま、小層かパーソ切ーる。チーソ層切る。9ピンはいらん。おい。まあ、これはもう。これ積もったらでかいけどね。ダメか。うん。うまかった。馬尾だった。また4統一。 あイーソー切る。うん、吐く切る。うん数万個コーリアンシャンテン。一瞬ペイとか言おうとしたけど、数万個コーリアンシャンテンなんで数万キルえー、いいピンキルま、あ、これは多分、何も、変わらないでしょう。 ここら辺の順目からか。まあ一応、アンコのパーマン切るかとかいうのも選択肢になってくるが、ただそもそも、瞬ュのいいシャンテンにもなってるんでね、スーピン引いた時に、リーチイペイコーとか一応なるんで、ないか。ないわ。ごめん。うん、一生この形だわ。他に、ドラ引きぐらいか。ドラ引きだけは、 パーマンになるかもしれんけどそれ以外ないの一生この形だそうそう数ンでもいいまんうんまあペーペーでこれか3品通ったパーマンも大丈夫 ま、一応、下、茶に、いや、ないな。今、ウーマン通ったしね。はい。うん。パーマンがほぼ、完全安排みたいな感じだから、パーマンを切る。三品、切る。まあ、パーマンでいいんじゃないですか。 まあ一応、リーチ、テンパったら、まあ確かに、ダイレクトテンパったとしても、無形確定で、もう、鉄利っていうと、赤うピン引きぐらいになってるって話か。まあ3万引いたとしてもリーチは行くか、でも3万引くと一応3ピン3ピンで、相像に引っ付けれるから、 で、下茶も押してるってなると、ローソーが2件の主だから、だから3万引いたら3ピン3ピンいきそうなんで、やっぱ赤うピン引きくらいか。ってなると、ほぼほぼこんなとこからパーマン切ったとしても、うん。どうせ3ピン切るになる。ということで、3ピン切っていった。 えー、チーして3ピン切るかどうかに関してはじ、今現状、リアンシャンテンだし、ローソウ切りづらいから、チーして、パーマンか3ピン切る。でも、パーマン全部落としたら折り切れるから、チーして3ピンかパーマン切る。まあ一応俺は、だからパーマンがそもそも完全安牌と思ってるから、チーしてパーマン切る。あ、チーせず。 まあ、リアンシャン点と、ああ、自分がリアンシャン点で、シモもなんか全通してるから、まあ、チーして3ピンかパーマンでいいと思います。一応、K 点粘れる可能性はある。ただ、ここで、変な牌引いてくると、K 点も厳しくなっちゃうから、まあ、一応チーソーチーして、パーマンか3ピン切る。 あ、チーソー切る。あそういう、そういうことか。うんうん。まあ、チーピンはトイメン通してるから、チーピン切った方が形は崩れてないが、まあ、基本的にはまあ、こっから K 点は取れないと思うけど、まあ、一応俺はチーピンから切る。ウーピン出た。 ウーピンも開けない。これは注意した方が良さそう。うん、なんか良さそうに見えますよね。どっちみち自分が面前転敗してリーチっていうのがもうほぼないもんね。自分の上がりがゼロみたいなもんだから。まあ、アンパイも足り,足りてると。つも飛ばし。まあ、つもば飛ばしだし、ローソー使えるしかな。結局、ローソーを使い切るってなると、絶対スッチそう、うっぱソーは必要なわけで。 まあ、ローソー短期とかローソー地位とかもそれ、ゃ、形上あるけど。ね、はい、とにかく、ウォンバ、ドラリアンピン。うん、これいいっすね、普通に。はい。何も考えず切っていく。 からかなまあ数ピンチするかぐらい一応まだリーボー2本と5本歯上がるだけで3500点プラス残空上がるとえ 74? あ違う違う合ってる合ってんのか74で合ってるのか数ピンチしてまっすぐ上がれば74で合ってるかだからまあ数ピンチしてもいいけどまあ形良すぎるから ま、基本的にはなく敗はないとする。基本的にはなく敗はなし。で、数尾引いてくる。えー、チーマンか急走か切る。チーマン切ってまっすぐ行く。3ピンサブロピンのアリアンメン。どう見るこれ。ちょっとこれわからんですね、俺。うん。 見た瞬間にわからんっていうのがわかる。見た瞬間に私はこの手配を判別できないということが瞬時にわかります。ってドヤ顔で言ってます。はい。わからんす、これは。うん。転配チャンス違うし。どうなんですかね。うん。いや、考えてもね、これは出ないっすね。期待値は。やっぱサブローピンが薄いし、薄いと見ていくのか、まあ、ただ、 基本的には多分9層切りが正解だとは思いますけどね。リンピンとか、さらにピンズの横変化あるんで。で、まあ一応地位点もかけれる。うん、まあだから多分9層で、まあ順目がちょっと、マックス見ちゃう。うん。何でもいいから3ピン切ってリもあるけど、ちょっと順目が早いから一応俺の中では9層で。ただこれが3順遅いと、3順遅かったらもう俺は3ピン切るな。 パイチャンスが、えー、ちょっと待って。3ピン積もげると、想図の3から9まで何枚ある ?4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23枚。23枚。早っ。で、9層切ると、サブローピン、サブロスソース、チスオ。サブローピン、 5、6、7、8、9、10、11、12、13、13足す6、19、19.23。4枚差か。ああ、まあ、一応数層が切れてるから5枚差か。5枚転配チャンスが差がある。ただ3ピン残しに関しては2ピン引くとか、まあ、2ピン引いても一応使えるけど、急速来ても。ああ、3ピン来ても一応使えるけど。ま、あ一応この順目だと一応急走にします、俺。うん。 急走にします。3ピンでした。うんまあまあまあ、まあ、パイチャンスは5枚違うんで。おい、最強。最強というかまあ、9層切ってる人は同じか。どっち取る同じなんだ。サブローピンと同じなんだよな、枚数。枚数同じだったらラスだし、サブローピンにするのか。積もったらハネマン確定で。 サブローピンリーチになってんのかなあ、ごめん、久しぶりあ、お久しぶりです。あ、キックさんどうも。はい、まあ、そんな感じでした。で、リーチせんのかいいや、リーチしてください。<laughs> いや、マジいや、もういいじゃないですか、これ。残り5枚でリーチで。手代わりとすると、明確に嬉しいのはリンピンぐらい。まあ、赤とかはあるけど。 赤、赤うわん赤う、赤うピン、赤うわん、赤うそ、もしくは、リアンピンぐらいですか。まあ、冷静っすよね。ダマで、52の、62、えー、72、72たす1500、87、8700点の打点。スチーソダマ。まあ、確かに下茶はスチーソーは切るかもしれん。はい。黙っていく。積もんないといいけどね。 えい、レアンビ行くんかいえー、とりあえず出上がりでもハネマン確定になった。なんか逆にわけわからん。逆にわけわかんない、これ。ス <laughs> ッチーそうだったら、ひょこって出るけど、ウーピンもなんかよくわかんないしな。まあでもこの手になっちゃったらもう、 バイマンとか見てリーチでスッいそうだとまだなんか下茶は数層切るかなとかこじつけれるけどリアンピンになるとねリアンピンがドラでしょ M リーグリアンピン出づらいしもう超高めでリーチで数層切りでいいかな シモの現物数層切りかもしくはチーソー切るか。ま、あちょっとその二択はわからんけど。ま、あ数層かチーソー切ってリーチしますわ。さて。ホンダさんはどうすんだろう黙るんじゃまあでも黙あるなぁ。ツモはどっちみち羽回るのがでかいんだよな、これに関しては。それが違うんだよなこのスっチーソー黙とは。スっチーソー黙は結局、 羽積もとかはないけど、だこれな、積もった瞬間、うん、いいっすね、ダマね、確かに。いや、ごめん、ダマで全然よかったわ。うん、積もった瞬間跳ね回る。で、ダマで出たら出たで、リーチしたら出たか、出なかったかなって思える。ただ、まっすぐ来られて、それをどこまで嫌がるか。うん。 まあフリーとかだったらもうリーチします。もう嫌なんで普通に。黙っててなんか普通にまっすぐ来られるって、それが嫌だっていう発想がどこまであるかっすよね。別に俺こんなんリーチしてリアンウピンで、全員にベタ売りされて流局したってなんとも思わないんで、むしろタダで10回もツモ抽選受けたんでしょもうそれこそ倍ツモとかの抽選。しかもツモってことはフリーだったらチップとかあるし、まあタダではないけど、まあまあ要はそういうことじゃん。一人天ンだったら、うん。 10回も、抽選を受けた。っていう感じで何にも後悔ないんで、俺、そのフリーとかったリーチするんですけど、まあ、M リーグだと、えあ、出上がりハネマンだ。ほんとだ。出上がりハネマンだと。だったら、逆にリーチすると倍満なのか積もって。あ、そうか。 あ、どうなんだ。そうか。単品ドラさんもしくは単品インペンドラさんか。あ、ほんとだ。あ、違うあ単品ドラ4ンか。単品ドラ4ンもしくは単品インペンドラさんか。あ、ほんとだ。だったら逆にダマで積もったら、4000点は損すんのか。ただでも跳ね回るのか。ごめん。ダマ、ダマでいいわ。申し訳ない。うん。いや、でも申し訳ないっすね本田さんがリッチーチしていた場合にな。逆にもう一回申し訳ないから。 ちょっと見てみよう。うん、俺がね、うわ、ダマで跳ねまんのか。じゃあダマだとか言って。いや、でもそれでもいいよ。いや、出る保証ないしな。マジで。むずい。本当に。さて、ホンダさんどうするでしょうかマジでわからん。まあ、例え三品切りダマした人だから、まあまあまあ、数層かいさくてダマでしょ。多分。あ、よいしょ。マジか。 まあ、まあ、うんまあ。うっぱす、すっちいそうダマにしたから、リーチする。まあまあでも積もったらバイマンとか、あと最終形とかね。プロっぽいというか、ジャンキー流っぽいですね。完全に最終形はリーチ。うん。回収された。まあまあ、別に俺はだからまあまあまあ、まあ十分説明したんでもういいよ。 まあ俺はだからこっから10回ただで抽選を受けれる9回かうんうんただで9回抽選を受けれるのもでかいと思うしただここでリーツなだったらスッチソでリーチはダメなのとは思うやっぱ単要ドラドラだからリーズも単ドラドラ裏でツも裏で跳もあるからそもそもがスッチソの即くりで だからやっぱり、ダマにした人の一貫性はないと思う。うん。つもうらいちって現実的だしな。しかも後継。まあ、後継というか、すっちいそうだし。だから、あそこでダマにした人はこれリーチしちゃうというと、ツモうらいちならリーチしないのに、ツモうらいバイマンなら羽ねま、つもうらバイマンならリーチするんですかってなると、なんかちょっと違和感はあるけど、この手配だけ見ると、ね。 どうせ持って漫画になったからダメした。ああ、スッチそうは。でも、この点数だから、52から8000の打点も偉いです。え、あの、でかいですよ。まあ、リッチした。ちょっと開くか。1、2、3、4、5、6、2枚山にある。なんかねー。 全然そうですね、これが積もったらそうですね。これこんな積もったことない。マジで。なんか俺、全然これ積もってもおかしくないと思うけど。あ入った。あ入ったぞ。あ、そうだ。現状。 倍満だけど、9番だよね。2枚乗ったら3倍満ちらちら一1枚。10うん。まあ全然。よかったです。とりあえず本田さん、すスチーソーテス持ったのっていうか、スチーソーテス持ってないっていうか、なんか19か、ね、はい。まあ結果論。 あ、そうが切られてなすぎて。あまあ、とりあえず、最強の復活した。しかも手も最強になっている、なんか。やっぱ麻雀流れあるんだよね、やっぱな。あんなでかい上がりしたらもう手が全然違うな。はい、もうペイ切る。ペイポンされるんかい。せっかく上がったのに、ここでペイチャに振ったりしたらもう最悪だな、これ。どうしよう、これ。 平されたんかシーソーポンとかするかシーソー3万ポンはたまたローソーチーとかトッパンうんでトッパンってその意味じゃないけど10パンってそのバンバン入れてたから今のトッパンっていうか8パンでもトッパンだけどいやーどうしよう手配良すぎるなまあどっちでもいいか これは、面前で言って、羽積もで、トップとか見えるから、特別鉄なきの範囲はない。ね。うん。ローソーチーして、リアンマンとか切ったらめっちゃ早そうだけど。ま、ない。なんか変なもんいたな。なあ、ほら。もう、わけわからんから、ウーピンで。単野を、単を固定、ンヤを確定、リアンメンターツ。はい、ウーピン。え もうウーピンでよくないですか単野を確定の。まあ、面前手順ってことかな面前というか、3番先切りでい,いマンが出たらいいってことトッパンってそういう意味だったんだ。そうそうそう。倍マン、いこ倍マンのことです。逆に10番だったら12番になっちゃうかもしれないレインボーチーソだったら。レインボーチーソってな何すか チップ2枚っすかはい、やめて、サイドして。下茶仕掛け入った。椅子間残す。うん、単位あるんだよね。普通にウーピン切りそう。リアンソー。外が明るい。うん。もうなんだこれ。まあ、受け入れ的には、リアンソー。 ぽいけどまあ、ソーでいいか。ソーなんかちょっとこれはね、形がむずいっすね。まあ、なんか、ソーがバランス良さそうっすよね。両面統一、両面統一、抱えてるような形にもなるし。一万ポンされた。2万ポンされていく。 ピンポンはさすがにできない。パーソン、まあこれな、これ。ウーピン切るしかないか。他の選択肢あるか。まあウーピンで。パースを切っていく。うんうん。変なのしか引かんな。いいまん引いていく。 数ピンか3層切って完全にシャンテンなんだけど3層切るでしょううんテンパっていくしかも自分の皮もいいしなチーソーとかパーソー切ってるしチーソー3枚自分見えてるしえまあもちろんリーチいく 上がっていく。トップスに見えてきた。あ、てか、普通にトイメントを知ってるよ。ハンサム対決じゃなくて、これが。はい。まあ、これももう下が遠いんで、普通に上がりに行く。言いそうか、何キル見てて、毎週何これなった。うん。え、何キル ダブナンから切らず。パーソー、レアンソーでちょっとケアしたのかな自分があんま良くないし。まあ、俺はんから切るん切らないネタバレだったのかやっぱな。うんー、まあ、両面もできて、そんな単用でガツガツ仕掛けたくもないし、まあ、とりあえず、チーマンでもこれは別に、チーマンかなんか、チーマンか、ウーピンか、切る。なんか切る。ここでん切ってくんかい うーん俺は一貫性ないと思うかな。別にこのなんかパンパンな感じで何切るんだったら別に早くていいかなって思っちゃうな。ど,うせどっちみちこの,こ,れこの程度の手配で何押し出すんだったらどっちみち出てく気がする9割方。まあそんだったら先切って。だからまあなんかこのここまでの自配自配の切り順だけ見るとなんかウーピンかチーマン切りそうだなっては思った。うん ブーピン切っていく。あ、何一枚切れてんだ。あ、ごめんごめん。あ、切れて合わせ打ちか。ああ。切れて合わせ打ちだったか。あ、ごめん。ちょっと遠い目んな。見てなかった。申し訳ない。で、下ちゃんリーチ入る。チーソーチーソーとーズがいけるから、うん、ただこっからは厳しい。 って言ったらなんか何引いてきたまあこれはちょっといいか。ちょっともう。ドラタンのチート上がっていく。裏乗っていく。アキさんがマイナス6千0 0点になってる。気づいたら。はい。え何に曲うーん。まあトップもあるん、ね、で普通にいく。何切る 6チップあるんで急速切るペンちゃん外していく丁寧にい層から切るかどうかどっちでもいいか2層引いたら単位を確定するけど別にどっちでもいい2層からいそう切るまあ2層からで別にいいと思う うん、まあこれで一応仕掛けたら E シャンテン取れるけど、3万とか。3万チーマンだったら仕掛けやすいが、であと下茶の皮がわかりやすいから、下茶に対してはソーズが全部アンパイみたいな感じで、3万チーマンだったら仕掛けてもいいかと思ったらパースを引いていく。まあそうしたら E マン切る。 で、ま、あチーテは取る。嘘を引いたイーマン切る。あ、ドラムサクッと切る。あ、太い目に合わせ打った感じでドラム切る。なんだ、このマンズは。下ちゃんのなんかマンズがな、ウーピン手出しがちょっと引っかかるか。マンズの本一だったら。 これチー点。ん仕掛けが入る前っすよね。ああ、赤引いちゃったってことか。この前か。例えばここ9万切って、な何事もなく出たら、チー点取りますね、やっぱ。一応これって上がるだけで連帯確定するから、で、トップも全然あるし、取るで。 あごめん連帯確定しねえよ下茶と近かったわいやどっちでも出れますこれは高打点ある,あるんで地点取るかどうかただまあ中盤以降だと取ったっていいんじゃないですかどうなんすかねこ,ここら辺の皮どう見るかむずいっすね シモチャとトイメンの皮をどう見るか。まあ。鉄なきだとは思わないですよ全然。うん。はい、さあ、ザビマルさんどうも。あ、初見さん、あるじゃん、まあ、うちの配信では適当に、何でも気軽に、コメントしてください。あ、ただ、このトイメンの仕掛けが入った後は俺は取りますかね。ここで3万チーマン出たら、それは俺は取ってる。 で、この仕掛けあった後も、それは取ってます。はい。で、これでトイメンが満座されてしまったら、で、ここで丁寧に降りていく。そうですね。ペイも心配でトイメンも、下茶にも嫌なんで。はい。はい、そんな感じか。はい、メダカさんいらっしゃいでも朝だな、6時か。久々にこんな時間までやったの。 さん3個積もっていく。はい、ラスマイシャーチャドラウピン。うん、全然トップありますね。えー、まあ、ウーアンローピンは泣いていく。いいピン切る。えー、急走かチューンはどっちか切る。急腕はいらん。ルリさん。あ、昨日のあ、わかりました。 あ、てか、ルリさん。明日でもいい。明日やって動画にするでもいい。ちょっと俺今日はあの、ワンちゃんの葬式行かないといけないから。8時、8時40分ぐらいに家出るから。うん。ま、あこれはね、別にザンクだって、全然いいから。うん、ちょっとこれでも、両面できたか。うん、明日で、うん。数万切る。 うん、もう何も考えず吐く切る一応カンローピン地位点がむずくなってきたただいやーこれむずいけどまあ別に取ってもいいし取らんでもいいしって感じかチーピンヒーターまあ俺は絶対ウーピン切りますね 結局、ローピンが裏目たとしても、それ面単ン,ン,ンドライチなんで、別にそんな悲しくないっていう。うん。俺はマジでウーピンしか切ったことない。はい。どうなるあ,あ、そうだね。ドラ持ちたくないもある、確かに。それもでかいかな。パワーピンダメですからねパワーピンあかんとも結構マジであかんとも。やっぱ面前でリーチした場合は、ローピンヒドラは面単ンドライチだし、 パーピン引いても結局、うん、そうだね。そんな感じかな。何切るか。まあ、あ本田さんでもウーピン切るやろ。ここまでのみ打ち方見たらウーピン切るって。切る。うん、そうそう。キューピンはもうしゃ,しゃあない。面ンピンドライチやったらいい。いや、マジでこの本田さんウーピン切ると思う。なんかドラは結構サクサク切ってるしな。違った。まあ、あこうなると結局、ローピン引いた時だけなんでね。 もちろん、ウーピンとかスーピン引いたら使えるんですけど、まあ、あとはドラを引っ張ることが、誰かがリーチ来たときに、押し返しっていうか、がかなり厳しくなってくるわ。うん。いや、除名ンなあ、これもまあまあまあ結果論ではあるけど。まあ、ただ今日のホンダさんはここで赤ウーピン引いてくるかもしんないけどあんな倍末持ってるしな。 あ、6引いてきた。もっといい範囲引いてきた。ちょっとこの引きは考えてなかった。うん。うん。まあ、っていうこと、ああ、これ、ダママンで、現物か。ん、ダ、ダ、ま、ダマ、ま、ダマ、ダマのが安定で。無理っすか、おわす無理すかってかこの曲なんだ。ああ、でも、無理じゃなくないっすか。別に、ウーピン切っても。 リーチして積もれば別に万願以上あるし。うん。やっぱウーピン浮かすのがめっちゃ怖いのと、ウーピン切ったとしても最低打点は保証されてる。一番最悪の9ピン引いでも面ンピンドライチ。別にローピン引いたって面ンンピンドライチローピン引いた時に面ンンピンドラドラでなくなってしまうけど、やっぱそれはだから、あの、リーチ入った後に、ウーピン切って勝負の時に死亡したり、その、それがあるから、 だそれと考えるとやっぱりウーピンだと思いますマジでこれこれ,これははい一応ハネマン積もったらこのぐらいかすいやまあそれでかいんですけどそれハネマン積もったらめちゃでかいけどうんでも逆に言ったら大事故食らう可能性もあるしなウーピンでまあまあそんな感じでしたでこれはまあ一応俺はダマ選択で ただ、リアウピンリーチしてるし、ホンダさんだからリーチするんじゃないですか。あのリアウピン、まあ、あれはでもあれか、追っかけではないけど。ホンダさんはリーチすると思うけど、俺は一応ダマにします、これ。安定感で。当たっていた。まあ、全然いいと思います。確かにトップ見るならこうかな。まあ、ただ、トイメンからの出上がりが、トイメンも、結局ね、こういうのね、 ホンダさんだけには振りたくないってなっちゃうんで、鈴木優さんが。だから、鈴木優さんから、まあ、パーマン持ってなさそうだけど、まあ、ただ一応、無条件に出るパーマンを止めてしまう。で、逆に言ったら、鈴木優さんの立場だと、ホンダさんにだけは振りたくないってなるから、例えば、数万、リャンピン、チーピンとか切られて、えっ、神茶が上がるみたいな。その確率がぐっと上がるんで、まあ、一応だまで。ただ別にリーチが、 その大幅に劣るとかは持ってないです。まあ一応俺の中では比較した結果、まあ一応そっちにします。うん、まあよくあるじゃん。ね。トイメンが数万とかチーピンとか打って神ャが上がるっていうなんか一番ありがちなパターンが相当嬉しくない。ただ積もった時に跳ね間になるっていうのはめちゃくちゃでかい。うん<あ>。だからそういうことよくあるんですよね。マジでね。 トイメンがマジで絶対自分に振りたくない。なんなら2回ドアキさんに差し込んでもいいかなっていう点数なんで。<laughs> まあ、むずいっす。いや、ただ全然いいと思います。リーチ。その可能性がどれぐらいか測れないんでね。トイメンがもし数万リャンピンチーピンで打ったとこで、上茶がそれで上がるのがどれぐらいって言われたら、 オタカメ狙いチーソークルマだいやそれはない。うん。それはマジで普通に。あの、選択肢もない。考えてもない。もうそもそもがハマンででかすぎるから。あー、つもと。いやでも、あんなラスからめちゃくちゃ追い上げましたね、これね。うん。でもね、これはね、もう考えてる時点でやばい。はい、SF さんらいらっしゃる。うん。別に考えることはいいと思うんだけど、 ただね、それを見えてる時点でね、すごいと思う。多分見えてもない、普通。もう、リーチした瞬間に積もれば跳ねまんだから、チーソー引いたら3色がつくっていうのすら、1ミリも考えてない。で見えてもない。うん、イーシャンテンとかだったら見たりするけどね、3色と。ウッパーマンや、ヤス、アンパイのみ、ま、ダマ。アンパイのみ、ダマ。ああ、アンパイのみ、ダマって、危険牌引いたらリーチするってこと うーんー、でもあんまりそれもな。まあ確かにトイメンがダマ警戒とかするかもしれないっていう話ね。はいはい、え、これトップ取った本田さん。えなんか、なんか、え、怒られたとか言ってたから、ラストか3着かなと思ったけど、えなんでこんな点数で怒られるんですか 別にそんな悪い、あれ、なく、なく、なかったっすよ別に。ま、ああの、三色の時とか、なんか細かい話だよな。ン野を行くかな、とか。実際、トイメンがパーマン統一だったけど、パーピン押し玉だったらどうしよって言ったかな。あだったら一瞬でパーマン出て終わりちゃううん。鈴木優さんが、 この曲でパワーマンと一っだったんだ9万早かったけどここで本田さんリーチしなかったらもうパワーマンから抜いて上がるだけだそれしかないよパワーマン以外着るもんないもんな、ね、こんなシャンテン数でどっちにしても上がってたんだ 加熱もすると1万8000点縮まるから、リーチした方がでも縮まる点数は多かった。まあ結果論見ても知らないけど。うん。まあここで上がるよ。99%パワー巻きんじゃないですか。こんな手だもんね。やっぱ本田さんの二毛二ジに備えてパワー負けると思います。うん。まあそれは他の安牌があればいいけどないもんだって、現物。トントンとかも大丈夫だけど。 いやだ大丈夫って言っても100%じゃないから。いや、いやもう、ここで、パーマン切りますよ、ね。そういうことか。おもろいな。どっちにしても上がってはいたでしょう。もうちょっと手がいいとね。押すとか。でもこれ手配早すぎるんで。もうここでパーマン切ってますね。確かに。あ、オラス。で、オーラスも野菜といつある。 えー、とりあえず何発切るあな何したのこれいや普通に来てくれ。<laughs> クリミスか <laughs>。オーラスに想像切るのはあれかな塗り替えようとしてんのかな 勝俣さんの数層塗り替え狙いか、これ。いや、ま、あまだいいけど、あれよりいや、いいのか。どっちなんだあ上がりトップで孤立牌の数層を切るのか、ペンチャンのパースを切るの。表示牌が小いそうだから。どっちがいいのか。いや、わからん。まだこっちの方がいいのかね。いや、わかんないですね。どっちの方がいいんですか、これ。これはでもやっぱダイレクト小さがでかすぎるんでね。どっちかって言ったらこっちまで塗り替えてる可能性あるけどね。 塗り替えてる可能性あるけど女さんの場合は基本的に素直に打つんではい、じゃあいきますいやまあ普通に何発でいやまあおもろいけどいやこれがなこういうふ不要意まあ不要意って言うと失礼だけどパッて切ったパーソンがいきなりトイメンにポンされて満ツモ条件クリアとかわけわからんことなるんだよな結構マージャンって そうなったら怒られるわ。まあ、あ結果論だけど。このパーソン遠い目にポンされて隊員をドラス上がられたらもう死亡だ、ね。まあ、あただまあまあまあ。それはまあ、結果論だけど。もうん、本当はあるよ。家族はずくのは、今、そうそうそう。まあ、とりあえず何発切りたいここ怒られてるとここなうーん。うん うん、ディアンスを切る。うん、封鎖を切る。ただ、まあ、小ーが結果、恨めらなかったんで、あチーソー結果、恨めらなかったから、塗り替えはなしですね。うん。勝俣さんの場合は結局、数層で振ってるんで。まあ、本田さんがこのあと小ーで、放従したら、並びますけどね。 割と上がり争いになりそうなので。いやでもやっぱ自敗きた上って、小層で目つのがし痛すぎるわ。まあもう形決まってるんで。うん、いいじゃんって。え、どうなのこれトップ取るのトップ取って怒られるとかあのいや、もう上がりや。 最強のンピン BP。うわぁ、まあ嫌だけどね。もうしゃーないな。もう全部押すしかない。うん。次局行っても、次局に鈴木優さんにまくられる可能性あるんで、すべて押す。パーソーも押す。上がれないんかーい。はい。続行。 うーん。ま、とりあえず、シャー、キル。シャーか、9万は手配良すぎるな。シャー、キル。はい、初見さんどうも。イカ天さんどうも。こんな時間に。初見さん。まあ、うちの配信何でも。はい、常連とか初見とか関係ないんで、ご自由にコメントしてください。 なら赤嘘を切るのがしやすい。うーん、うーん、うーん。まあ、むずい話だよな。この回まで包重でやられた。あ、そうなんだ。まあ、ちょっと包珠の場面だけ見るか。いや、なんでコンパクトになってるんですかなんでよくないですかうん。ドラのなん、いらんしょ。重なってもポンしづらいし。一通とかもあるし。これがイ、e、ーマンだったら、まあ、 なんとなくわかるけど、俺はちょっと何しか選ばない。うん、なえ、なんかいきなりオーラス人変わりましたこれ。誰かと交代してますこれ。いや、誰っすかこれ。マジで。こんなん2ピン3ピン引いたら泣けるシャンテンになるし。なんで ダイソーかあなんでああまあまあ、ちょっと切り時が遅くなった感じはするか。まあまあまあ。割と急になる。おい, <laughs> いや、今、本田さんいるからえそ、それはちょっとね、そこまででうんうんとは言わんけど。何の切り時あ、なん、出たか。よかった。うん。 なあまあめっちゃいいじゃんってなった結果的に何も恨めってない、えー、まあ周りの範囲で言うとローソー切った方がいいんだけどウーマンが全員に対して嫌だこれは判別できないですねまあ 表面的に言えば、な、ーソ切りになるんですかね。俺、どうすんだ、これ。ウーマンが全剣無筋だからな。他かしついてウーマン切ってほうじゃいや、これもちょっと判別できないな。ちょ、これはま、マジで判別できないっすわ。想像が安いと見えるし。まあ、一応俺はデジタルなんで、もうローソ切ります。うん。表面的な枚数、やっぱり重視するんで。 普通に老僧ーーです。ただ、ウーマン切ったからってそんなめちゃくちゃ悪いのかって言われると、どっちなんだろう。まあ、俺は老僧ーーにします。まあ、ウーマンね。まあ、まあ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 。まあ。まシーソー2枚。ウーソー2枚。うん、まあまあまあ。確かに。 って感じおおただ6級層のね9層がないんだよなぁと思ってこの形だとね一応6級層なんたらになったときにと思ったけどうんと思ったら9ピン切れるね、はい、一応ちょっとそれを考えてたんだけど9ピン引いた時とかね,ねウッパーピン玉で上がりトップ 特別な配もない。ローピンが出たら45でチーして9ピン切り。つもまんとばし。特別する意味ない。まあこれもさっきと同じなんで全部切ります。赤い何でも切ります。もう全部。 まあ、お山んとか振ると一応3着見えちゃうけどもう全部切りますこれ一応パーソー切れるけど役なくなるんかパーソー切りチパーソー切りチするいいようんします これが何振っちゃうってこと相手で。んフライン。全然いい。神社の街よかったな。はい、次。いや、回答率。いや、な、不安になってきた。いや、シャー来てほしいな、マジで。うわ、出た。いや、ターツ大事にした方がいいんじゃないですか、やっぱり。こういうの。 うん。やっぱ、マンズ7地9引いたらターツできるから。やっぱ鈴木優さんからしてもな、強託も2600点あるし、普通にまくられるしな。どこまで損になるか分かない。やっぱターツ作り大事だと思いますね、俺はね。うーん。じゃあ、キルいった。やっぱ上がりトップなんで、もうほんとマジで。ああ、ただもうこれで形決まったか。まあこ、こうなっちゃえば別にもうどうでもいいんですけど。 まあこれはイースを切る。ブロック足りてない。うーん、そうなんですよね。やっぱ泣き手なんでね。面前手だったらパワー1とか引いてもいらないけど、泣き手なんでパワー1引いてチー1チーでめっちゃ嬉しいんで。うん、もう形決まったんで。もう形決まったんで。ああ、むずいっすね。まあ一応俺、ペイで。 ションパイペイでとまあしごろにする意味ない数ピン切りますトミに対全体に対する安全度で数ピン切るま,まあまあまあ別に 後付けペンチーマスしますね。チーマンが出たらそれはしゃあないんじゃん。テンパっていく。っていく。え、トップやん。トップ取って怒られるとこあるありがとうございます。おにぎりさんよし。トップだった。おめでとうございます。 うん。え、何が怒られたんだろうマジで。それがわからん。それだ、それだけマジで気になる。本田さん、ちょっとそれ、なんか一番大きなやつを教えてもらえます一番なんか、咎められた一だ。いや、俺マジであのー、789の3色ぐらいしか。あ、あとあれ、パーソーか。ウッパービリッジ、普通やビリッジかね。 俺もほぼノータイムでパーソンギリリチって言ったしな、俺も。逆にそれ以外何するんですかパーソーギリ騙すか茅りさん最初こっリッチよう。ああ、茅森さんね。はいはい、確かに。平坦期ならリーチして。ね、打点も見てもいいっすね。祖点も関係あるんでね。確かに。はい。じゃあそんな感じかな はい、ね、そんな感じでしたいやーまあ別に尺を振り込みでうんそうだよねあ,あ一応あれ見るかそっかいや小そうね ワンチャンスとはいえ、いや、チーソー普通に当たる可能性あるので、マジでパーソンギリーチ以外。あれだ言ったけど仕方ない。あ、そうなんだ。あ、それ見るって言ったか。萩 <laughs> に怒られる。<laughs> あ、チャンスのサインでしたあ、久しぶり。チャンスのサイン。チーソーアンさんです、ね、いやいや、でも振っ,やや振った時はやばすぎる。振った時ヤやばすぎる。うん。 安全そうだけど、そもそも、パーソーギリ、だから、チーソー切った瞬間に親にロンって言われたらそれこそ最悪だから、やっぱマジでパーソーギリしかないと思う。その前はね、ローマン切るかは、まあ確かに嫌だけど、いいよ、女も。なだって、先切りとかもある麻雀だから、何が当たるかわからん。うん。例えば、素直な切り順な。 素直な切り順の人が、この何が手出しとかだったら、まあ、それはめっちゃ嫌っすよ、ね。想像だったら一数相しかないし、ピンズもリアンピンしかないし、とかね。神ちゃんも。だけど、これね、マジで別に、想像もあり得るし。まあ、やっぱローマンは選択肢あるけど、やっぱこのリーチは選択肢ないと思います。マジで。マジの選択肢ない。 多数決取ったらパーソギリ玉。いや、多数決取ったらそうかもしれんけど、絶対あかんよな、こんなん。やっぱトイメンと点数近すぎる。自分が5万点とかあって、お山を振ったら最悪みたいな。だってこれ普通に降りたりしたら、トイメンが何、何帖って教託とかもあるし。トイメンが12000もでもいけるでしょ。トイメンが12000坪っても時局まくられる。もうマジでリーチ、ね、ローマンは一応考える余地はある。 ただ上がりトップだしな。やっぱりね、トイメント近い。あと、神茶、下茶と遠い。それが一番でかい。神茶にお山振ったとこで、まだ2着。うん。だから、それもでかい。確かに。神茶と、24000点差以内だったら、神茶に振って、3着。ね、振らなかったら、まあ、トップか2着が、 3まで落ちる可能性あるって、それは嫌だけど、まあいいじゃないですか。別に。俺の現場張りあー、ウッパーピンが俺の現物っすか。それめっちゃむずいっすね。ただそれでもリーチするかな。やっぱ一応チーソーを切ると周りが、いやーでも周りがどうこうもないか。周りがなんか本田さんをしてるなと思ったとこでね、むずいっすけど、ただ俺はやっぱチーソーを切った瞬間にロンって言われることが嫌すぎて、やっぱリーチしますね。 やっぱ、両面なんで、チ茶からウッパーピンと自分のウッパーピンつもは、上がれるわけだから、やっぱ、瞬間的な報酬を避けた方がいいと思います、やっぱり。うん。そうそう、チーソーが通りそうでもね、うん。トップドリンのマージャンやトップの両面でいうか、うん、そうっすね。だから、それはないっすね。やっぱ、マジであ、もう、 ユさんのドラ切りって条件的に赤は何枚か持つああユウさんがドラが速いから条件的にまあでも分かんないですこういうのは別に面単品積もでもいいからマージャン別に赤も何もなくても面単品積もだけで条件クリアですよねだから普通のただの単野を1枚でもだってよくないですか リーズも単ンも若い地でもいいし、ちょっとあんまそれは僕は考えたことないですね。うん。面単品いつもで足りちゃうから、赤もドラも何もなしでも。1、3、2、6つも条件クリアだし。超単純に振ったら3着、降りたら2、上がったら1着って考えてる条件の押しより。いや、それは違うかな。 それだ、次局続いちゃうからかな。あとは、上がんなくてもトップがある。一応トイメント6200点差だから、これ上がんなくても別に、も森さんが上がってトップがあるから、だから現状が2だったらいいですよね。現状が2だったらいいけど、現状が1だからむずいですよね、それはね。その理由で、どことも戦うつもりだったぜ、条件的に。あ、はいはいはい。俺は2着。そうっすね、確かに。 こんなんリーチしない方がおかしい。うん、これはリーチじゃないですか。まあ、これは別に俺マジでいいっすわ。全然。リーチしかないんで。このパーソーっすね。まあ、一応このパーソーがちょっと上がりトップなんで。上がりトップでペンチャン外しはなかなかできない。普通に何切りたい。あとは、細かいけどやっぱ、これで何切らん。あ、これっすね。やっぱね。やっぱこの、 リャンマン切りとか、めっちゃ嫌でした。ドラのなんだからな。いや、やっぱこれも手合いいっすもんね。で,これで、リアンマン切ってからの E ピンも切っちゃうんだもんね。もう早めに何切って、ポンされたらもうしゃない。もう、トイメに何ポンされたら、それは最悪だけど。でも、そんなん言ったら、前、全曲のパーソーだってそうだしこの何切って、トイメに泣かれたら嫌だって言うなら、 前の曲で、ね、第一だ、パーソー。それ、遠い目に泣かれたら嫌だ。まあ、もちろん、役が確定した方が格段に上がりは高いけど、パーソーポンよりは何ポンされた方がそれ嫌だけど、ただ、それと可能性は同じだしな。遠い目に、まあ、何ポンとパーソーポン。まあ、同じ、同じというか、まあ、似たようなもんだしな。まあ、だから、まあ、ちょっとここかな。だから、俺はこの E ピンとか、リャンマンとか、これはまあ嫌なんですけど、 ただ、リーチはい、いいんですけど、まあ、そんな感じかな。はい、前期じゃないでまあ、でも、やっぱ、教託 <noise> がいっぱいあったから違うか。これじゃない。これか。やっぱ、これっすね。一番お、お、思い出に残ったのは。うん。 まあ、供託が3600点あるから、まあ、単野尾が普通の人じゃないですか。うん。ここで789だけに決めるって、何来たっけ <laughs> 何来たローマンか。うん。まあ、これっすかね。やっぱ一番印象に残ったのは。あ、福岡市長ですか。うん、福岡お疲れでした。はい。ありがとうございます。全体で仕掛けても嫌そうだった。 うん。ただ別にうんまあそんな感じかはいそんな感じでしたああはいじゃあまあ適当に。 雑談して終わりますかいや、今日6、7時だしな。まあ今日は始める時間が遅かったから。寝てたし。いや、今日さ、中田香菜さんとかも初登板で、まあ今日はやろうかなって、昨日も休みだし。いつもなんか、リスナーさんから連絡来るんだけど、試合終わったら。 本田にん、バージョンが一番面白いけどおはようございます、おひ久しぶりです。おはようごす。本田さん、お疲れ様です。うん、本田さん、お疲れ様です。本田さん、マーケージグ一番面白い。うん、うん、そうですね。やっぱ、参品仕掛けはまあ、まあここはまあ、俺はそれは食いたんだと思いますけど、やっぱ柔軟なん,んだよね。 ドラ 8S 第1打とドラ南第1打の危険性って実際どれくらい違うんだろう違うってどうですかここで上手くないと思う M リーガーランキング違うってこんな朝に素振りしたらただの野球少年やんけウィーセンの本田さんの 6M 地点めっちゃ気になりましたこの日のトップが今までで一番辛かったな大きい方のなカタカナプロはいつ M に来るんすかうん 所詮の本田さんのローマンチー点それって動画上がってないの本田さんのは動画になってると思うけど、あれかなちょっとノンさんもしスクショとかあったら別にその場面だけ俺が、多分ホ本田さん来て検討してると思うんで。 まあもしくは月,月90円のメンバーシップ入ってもらえたらナンバーも見れますんでまあ、ちょっとローマンチータがわかんないまあ、本田さんがわかれば答えてくれるとは思うんですけどまあ、この3品とかもね別に教託が3600点あるし M で、うん、壁打ち そういえばメンバー入る。なまるじゃん。動画になってたね、かわむもいいんじゃないですか。ただ自分ならスルーって。たと思う,う。俺はスルーって言ったんだ。まあ、この三品とかもマジで。良かったと思います。もう十面も深いんで。メンどうやったら入れますか。どうやったら、なんか下の概要欄にあるリンクから。飛んで。九十円の方。 イカ天さんまだ入ってないけどすぐメンバーいります。ああ全然ありがとうございます。まあ僕に五十円ぐらい入るんで、五十円分の感謝し感謝の気持ちありがとう。との影響で M どこまで変わるか楽しみだ。いやー変わらんでしょう。何も変わらんでしょう。まあめちゃくちゃ勝つとか、ね。 めちゃくちゃとんでもないプラスになったらあれだけどそうでもならん限りは限りの本質か別へえ分かった調べとくわ俺が普段ねマージャン関係は何も配信以外の場所でというかマージャン以外の何も見たり聞いたりしないんでうんでもまあこの3ピンチマジで おやすみああお疲れし本当だありがとうございますお疲れしまあトップ良かったです本当に高速高まだ少ししてないけどージャンナグナイドいっぱい当たって楽しいああありがとうございますハギーが単4選定区間の仕掛けをして上がりきったあ本当変わったのか朝七時壁打ちもスズメ鬼流ってことにすればええんちゃうん、<laughs> ハギーやれ見せないのさすがにわざとか, <laughs> ざとかあ,あエンタメね見せないエンタメね 見せないエンタメおもろいの。まま、もしかしたらねあの小、小型イヤホンつけて投資されてるかもしれないから、M リーグ見ながら、うん。だから見せないのがいいかもしれない。うん、いやややそうですか、今シーズン。あ福、福ちゃんやそうやした。まあ、とにかくこの3ピッチとかも。 教宅が三千六百点あるんでねナイスチーだと思いますそういえば、うん、スズメ鬼会の会長がスズメ鬼ならスズメなき会会長の川さんのこともスズメなって呼んだ方がいいのジャンキ…会の会長がジャンキなら <laughs> <laughs> 一応あの正式名称ジャンなき会なんで、はい、いやでもジャ,ジャン名って呼ばなくていいっすわ いや、読んでもいいかもしれないけど。お疲れ様でした。はい。まあ一応、もじってるだけなんで。顔は、自分の感覚だと前曲の6ピーチはスルーよりなんだけど、チー<あ>の方が偉い。もうちょい詳しく勉強し。<え>おーは、おはようございます。あ、すすラピタさんもそうです。ローピンチ。何それ。みんなそうやって覚えてるのすごいな。 あ、ちょ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 あ、これか。いや、俺も泣きますね。でも俺泣くって言ったよ、多分。やっぱ愚形あるんで、愚形多いし、もう泣き手に見えるね。で、京卓もだからこれは、2300点か。ただ打点は、ソーとか赤嘘とかでアップする可能性あるし、 具、うん、形具形多すぎるマンズが両面とかだとまだなんか高打点の面前も見れそうだけどねでもなんかもうカンローマンと想像も具形でなんかドラのカンちゃんとかあるしまあ泣,泣いていいでしょトンニだしまだまだトンニで強託2300点うんああ具形なんかだけどローピンからの感覚はない まあ、うーん、まあまあ、だから、泣いたら、それは、チーピンしかなくな、ね、い。うん。マントソーズの具から泣きたいで面白しな。うーん、うん、ただ、それこそ9ピン引いたら、まあ、9ピン引いてもどうにでもなるけど、タイヤを確定してるのもでかいしな。うん。あ、つもだな、もったいない。マジか。全然もったいなくないな。これ2000点でも、 えー、4300点でしょ ?2000 点でも4300点の打点。残酷だったら6200点。うん。結構残酷なるしね、これ。まあちょい待ち取りがむずいなって思いながら見てたけど。点配してもカウンストに取るがあるなと思ったけど、でも小ソーと思ったら最悪だし。 いや、枚数もあるし、一応感知いそうかとか。もうすぐ動作を大きくして、わかりました。ちょっと部屋なんでね、あんまり振ると窓とか当たっちゃうんで。まあそんな感じかな。えじゃあ今日もお疲れ様です。はい、もう今日終わりなんで、皆さん。 お一人くださいありがとう。は、ええ、いえ、こちらこそ。配信後三時間くらいアーカイブ限定公開できますかあざした。お疲れ。配信後三時間ンらいーでああ。